何事もなく何の心配も不安もなく明日を迎えられる。明日が来れば何か素敵なことだけが、そんな明日を夢見る。大人になろうと歳を重ねろうと、いいことも悪いこともその深さを知り、そんな感情の浮かんだり沈んだり、自分の心それさえも一人歩きする。明日が来ることに疑問などなかった。あの頃の少年に会いたい。